島哲太選手、と GP モテギラウンド、ワイルドカイド参戦決定。今回は一つ大きな夢を叶えた長島哲太選手、フォローの視点でね、好きなことを言いたいと思います。2021年1月、恒例のウィンタートレーニングに長島哲太選手はいました。Moto2 クラスの開幕戦で優勝したものの、シート喪失で日本帰ってきました。この時はね、今年の予定は全く決まってませんって言ってました。長く頑張ってきて Moto2 初優勝したのに、翌年は無職かと。この日はね、モトアップさんの YouTube 企画で、僕呼んでもらいました。でね、一緒にカスタム NSR などのライディングしました。ヘルメット並べたりとかしてね、いろいろと話聞きながら、一緒にね YouTube の撮影をしてました。まあ本人はね、そうかもなく前向きにねやってました。昔から知ってますけど、携帯ショップテルルで仕事しながら、まあ、支援を受けつつレース続けてきて、ヨーロッパ選手権、そして Moto2 クラスと実力をつけてきていました。でね、こうみんながね苦戦するモタードの右回りなんかも、あっという間にね、これ乗って直後なんですけど、こんな走りをしちゃって、やっぱさすがだなというふうにね、もうみんな見てました。でその時からね、もうあの若手を育てたいと、全日本のチームを持ちたいんですと、世界チャンピオンを育てたいみたいなことを、話していました。そしてね、またライダーとしてテストライダー契約結んでもらえないかななんてメーカーに打診してみるっていう話してましたけれども、まあ、この時点ではね、本当に何も確定していることはなさそうでして、まあ、話聞いてね、何とも言えない気持ちになったところが、まあ、正直なところです。やっぱね、走り見てても一級品なんですよ。そしてね、6月、テスタ選手は黒いつなぎをしてね、鈴鹿8時間耐久仕様のワークスの CBR-RRR に乗ってました。まあ、勝手には思い込みですけど、日本のメーカーとかで一回他のメーカーのバイクに乗ったライダーってこう冷遇されるイメージがあるんですけれども、まあ、テスタ選手もね、この時点ではね、まあ、テストライダーというか、ただね、こう走りを言うとね、もうぶっちぎりでね、いけてました。タイム自体はね、知らないですけども、もう一番速かったのはね、一目瞭然でした。これね、YouTube にアップしたんですけれども、まあ、テスタ選手ね、その後にね、スデオさんの動画を見ましたよみたいな話をしてくれてて、あ、なんか嬉しいなと思った記憶があります。まあね、この後8時間耐久がなくてね、この黒い CBR もお蔵入りで、ただただ鈴鹿では走ってるらしいよって話は聞いてました。そして2022年全日本ロードレース開幕戦、お話ししてた通り全日本ロードレースのチームを立ち上げました。チーム名は TN45 with モトアップレーシング。ライダーは羽田大河選手と西村翔選手、この2人はテスタ選手と同じく海外帰り、やっぱり実力はあるけれどもレースを続けれないというライダーに救いの手を差し伸べる、そしてね、また力をつけて実績をつけてあげるって、まあ、そういう風なね、テスタ選手の思いが詰まったようなライダーラインナップでした。モトアップさんとのジョイントとはいえ、やっぱりチームをね、力立ち上げる半端じゃない努力が必要だと思うんですけれども、大変な思いあったと思いますけれども、開幕戦にね、2人でグリッと並んでおりました。そしてね、なんとなんといきなり優勝。まあ、正直僕らコウタ君を応援してる立場としてみたら、やられちゃったっていう風なちょっと悔しい気持ちがないことはないんですけれども、まあね、そこでね、タイガ選手の優勝でちょっとね涙ぐむテスタ選手がいて、まあ、それを聞いてね、テッタ君にもいろんな思いがあっただろうなと感じましたし、素直に良かったねと思いました。その2週間後ね、今度はミニ GP のプロジェクト、これもね今年の任務というか、さらに小さい10歳から14歳の子たちを世界に送り出すために、ミニ GP プロジェクト運営しておりました。もうね、この時点ではね、もうライダーというよりも、もうそのプレゼンターというかね、テスタ選手の運営でね、実務はね、テスタ選手もやって、いろいろと切り盛りしておりました。一人何役なのっていうような感じがしますけれども、本当はね、絶対自分でも走りたいし、第一線で走りたいっていう気持ちあると思うけれども、まあ、現状を受け入れてね、でね、やれることでね、業界のためになることを一生懸命頑張ってる、テスタ選手です。ワールドスタンダードの一つの選手権として、まあ、これは日本代表を決定するレースになるので、まあ、今後、まだまだ残り4戦、8レースあります、自分らの方でも一歩一歩、もっといい運営ができるように頑張っていきますし、まあ、ライダーが少しでも成長できる環境を、
もっともっと用意できるように頑張りたいと思いますので、引き続き、ご支援、ご指導のほどよろしくお願いします。鈴鹿8体の公開テスト、もう赤いつなぎと赤い CBR、実はね見るの初めてで、テスタ選手ねいよいよワークスのレース参戦かと。6月にねホンダが2022年の対戦発表で長嶋選手、高橋選手、レコーナ選手の対戦を発表してました。ただねライバルはね、ガチガチの川崎ワークスのジョナサン・レイ&アレックス・ローズ&レオン・ハスラム選手です。ライバルはもう世界最速チームと言ってもいいぐらいの、今ねワールドスーパーバイクチームがもう全部来てました。実績もあり考えうる最強チームでやってくる川崎レーシングチームに対して、8体をまだ走ったことない CBR1000RRR 多くのね8体ファンが今年の優勝も川崎なんじゃないかなっていうふうな話をしてた中で、実績のないワークス車両 RRR をね水面下で確実にこう仕上げてた長嶋哲太選手がいました。8歳前公開テストでも、まあ、その実力の片鱗は見えてて、哲太選手ね走るんですけれども、あまり多く走らずにもうペアライダーとなる予定のレコーナ選手と高橋匠選手に、走り込みを、たくさんしてもらって、哲太選手はね要所要所で出てきてね、それでもね走ればねトップタイムというか、この公開テストトップタイムで終えることが出てできて、まあ早いなっていう風な話は、噂にはなっておりました。そして迎えたレースウィーク、もう完全にね、レースライダーとしての、参戦、走り始めからいよいよ本領とばかりに、走ればねトップタイム、そんなようなね練習走行、やっぱりねこの1年半の潜伏期間というか、鬱憤を晴らすようなね回想を見せておりました。そしてねこれ予選アタックのねシーンなんですけども、1台 BMW ワークスをかわして、そしてね計測ねなんと4秒台、もう4秒台出すって4秒台出すんですから、有言実行でねかっこいいですよね。この時はねもうサーキットの場内アナウンスも、そしてね観客席もね歓喜に包まれておりました。そしてね刑事予選となった予選アタック、ここでもね、計測すぐに4秒台、当然ねジョナサン・レイ選手、チャンピオンジョナサン・レイ選手も、許すまじと思いっきりアタックしておりましたけども届かず、そして2分4秒台で、ポールポジション、これもねホンダにとって久々のポールだったと思います。そしてね決勝のスタート、決勝はね高橋匠選手がねスタートを務めて、長嶋哲太選手はね2人目の、走行となりました。もうね長嶋哲太選手が仕上げたマシンは決勝でもやっぱり速くて、匠選手もねぶっちぎっていきました。そして2番目のライダーはレイ選手 VS 哲太選手、注目のセッションでした。このね哲太選手が今行って、ここからね、後ろにね、世界チャンピオンのね、ジョナサン・レイ選手もね猛追して大きなねプレッシャーをかけようと、猛追していきますけれども、なんとなんとねこのセッションで長嶋哲太選手はレイ選手を、ね、引き離して次のピットインになりました。まあね、これにはねもう驚きました。多分ねみんながレイ選手がすごいって思ってたけど、この時点で、ね、長嶋選手のスピードはやっぱり本物だなっていう風なことをこう確信したというか、これはねやっぱ最強のチーム HRC が帰ってきたぞと、そういうようなね、雰囲気をね確信を持てるような、多分ね、川崎レーシングチームを持ってたんじゃないかなと。もう実際ねレイ選手このセッションでもそうなんですけど、異様に危機迫る走りをして、でこういうような転倒というような結果を招くようなことになってしまって、ここまでさせるのはやっぱり長嶋哲太選手の、走りタイムがあったからなんだなと、まあ、勝手に予想しておるんですけど、レイ選手の転倒ありましたけど、やっぱり速さでもみ取った勝利、22年鈴鹿8時間耐久完全勝利、ホンダにね8年ぶりの勝利に大きく貢献しました。哲太選手の全日本チームの、ね、立ち上げの目標の一つだった実力あるライダーを世界に再度送り出す、そういう中で、羽田大賀選手が、ね、実力全日本での優勝の実力を認められて、なんと元通に参戦ということで、鈴鹿8体勝利に続き一つ、ね、目標が叶いました。
ここでもね身振り手振りでバイクにまたがってね、翌週にはね元通で違うチームになることになるだろうタイガ選手に指導しておりました。そしてねホンダから、日本 GP ワイルドカード参戦のお知らせ、まあ、目標だったでしょうしまさかっていうふうなことなんですけれども、元 GP の茂木にね、ワイルドカード参戦、全日本のねチームの運営がありミニ GP の運営もあり、そんな中でもねこのチャンス、とてつもないチャンスをね掴む鈴鹿8体のね、優勝のご褒美なのかなんだか知りませんけれども、まあものすごいお金のかかって労力がかかるこの元 GP のねワイルドカード参戦をさせてもらえる、まあこれを見てねやっぱりさすがやなホンダレーシング、まあホンダ、まあね、またね、バイク1台増産しようかなと思うぐらいの気持ちではあります。今回 MotoGP ワイルドカード参戦のニュースを聞いて急遽動画を作ることにしました。またねこの業界のいいなとか、素晴らしいことを動画にしていきますので、またチャンネル登録高評価お願いいたします。